はい、始まりました、しゅうちゃんオートです。本日はですね、開設記念の2日目ということでですね、今日もですね、1レースから12レースまで分増していきたいというふうに思っております。昨日ボコボコにね、やられそうだったんですけど、まあ、最終レースでちょっと救われました。はい、今日はですね、本当に安全というか、アグレッシブはすごくいいんですけど、事故なくね、12レース見させていただければなというふうに思っております。今日も1日よろしくお願いいたします。8人が1番人気 5.2 さあ1レースですね、まあ、1レースから本当に難しいレースです。どこからでも変えるような気がします。一応5番と8番吉弘行け、今スタートが切られました。アンデゼルは稲川聖也が飛び出していきました。そこからまくってけ、レースの流れが速くなりそうだ。そして3番の石井大輔、まあ、掛川君より後ろか、ちょっときついぞ。掛川は高橋の順になりますが、そうだ、掛川君より先行け。木村は6番手からその後ろ平田、最後方が森本裕介の対戦になっています。先頭は稲川聖也、2番手に丸山がつけています。3番手が石井大輔、4番手に高橋義弘、ここで前が速いぞ。木村がさらに番手を上げています。木村も頑張れ。稲川のペースであります。1番の丸山はなかなかついていけない状態になりました。3番手から3番の石井大輔、4コーナーを立ち上がりまして、残りは4周回です。稲川早いな。ペースを上げていく稲川聖也、2番手丸山博信、このポジションを守ることができるか。前任にかかった3番の石井大輔、ここで並んだ3コーナーで捉えた。この3コーナーの間でも3番の石井大輔2番手に上がっています。そして4番手から5番の高橋か。いや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 、これ2番逃げるわ。前を伺うレースの中盤戦です。3番手が丸山博信、釣れながら5番の高橋がついています。5番手が8番の木村拓司、3番手4番手5番手の佐々木選手はだいぶ感覚が縮まってまいりました。木村拓司も悪くねえんだけど、それより長野はやっぱ上か、石出してもいいよね、やっぱりね。そうだよね、もうこの辺が精一杯だよ。うわー、稲川頭までか。入ってまいりました。木村が滑らかに3番手に上がってまいりました。4コーナーを立ち上がります。残り1周のウルフラッグちぎりました。2番の稲川聖也が先頭であります。2番手は3番の石井大輔か、それとも8番の木村拓司か。終盤戦追い込んでくる木村拓司か。さあ外からアプローチする最終コーナーの攻防戦、わずかに2番手は3番の石井大輔、切り返してくる8番の木村、木村が並ぶ、木村が並ぶ、先頭稲川ゴール。2番手はどうか。2レースのさあ2レースですね、和歌行こうぜ、25キだましで大輔と森くんの分も頼むぜ、和歌行け。和歌スタートしました。アンデゼロはセンターコースから篠崎、インコースから木村、アンデゼロからは篠崎はトップスタートを切りました。そして最終ハンデからは早船、さらには岩見の順、鈴木聡太は7番手から、最後方からはおっと7番の岩見が失速するような感じになりました。最後方に岩見が交代しています。和歌行け。早船のインコースを飛び込んで、さらにその内をついてくるのは若い友風であります。中盤から後方がガリガリ競り合っています。篠崎の主導権、3番の吉田優也が2番手の位置、さらには木村が競り合うのは4番の清水、中盤5番手には若い友風、ぴったり6番鈴木聡太がさらに続いています。残りは4周回、一社一社さばいてさらに番手を上げました。清水を捉えた若井東勝がさらには3番手の木村にアプローチするバックスレッジ側、ここでスーッと8番の若井が番手を上げました。先頭は2番の篠崎です。2番手は3番の吉田優也、さらには若井東勝が僅差で続いていくゴール側、ここで完全に7番手に若井が上がっています。さあ先頭2番の篠崎を追い上げる体勢を若井東勝が作りました。残りは2周半、中盤では6番鈴木聡太もここで番手を上げまして、1番の篠崎まだそこか、2番の篠崎のペース、いやーこれきついわ。残り2周で、ここで首位攻防戦は決着を見ております。若い友和が先頭に上がりました。2番手では篠崎2着だ。3番手吉田優也、この位置を守ることができるか。相当から攻めるのは6番鈴木聡太になります。29キリオール3番手争いはこれ鈴木聡太が捕まえた。残り1周で3番手に鈴木聡太が上がっています。うわ篠崎2着だ。先頭は若い、2番手は篠崎ミドル、3番手は読みなかったな。最終コーナーに向かっています。昨日は3着でしたが開催2日目、あでも分かった、おめでとう、よかった、まず1着 OK。
戦。さあ3レースですね。山田今日はスタートバッチリ決めてドカーンと前くちゃぐらい。山田頑張れ、山田頑張れ、3番山田いけスタートしました。さあ20いけドカーンと、そっから伸びてコースから泉田コースタート、さらには渡辺もいいスタートを切っています。6番輝は最高峰からの競争になりました。8番の二村山田行け、7番手からの競争です。最上半からは泉田をまくり切りました渡辺敦が追いのしとおける。先頭田辺、山田行け、金子を捉えた3番の山田が先で上がりました。レーサー2周目に入りました。さあ牛沢の外から渡辺敦、牛沢は内潜り込んで3番手に上がったところを見定めて、山田行け、渡辺敦内を突こうとしましたがまだ入りきれません。その後ろ直後に8番の二村飛龍がつけています。先頭は田辺、2番手に山田正弘の体勢、残りは4周回です。3番手の牛沢、ここでそれ山田、そっからだ渡辺敦、2コーナー立ち上がり切り返しの体勢から牛沢の内に潜り込もうとしました。少しバイクを引く形になってしまいました。その外から二村の強襲であります。さあ4番手の争いが激しくなっています。先頭は田辺、2番手には3番山田正弘がつけています。牛沢3番手、さあ先頭争いは少し山田で内潜り込んで3番の山田がトップとなりました。先頭は3番山田正弘に変わっています。田辺、やべえ牛沢渋滞になってるぞ。渡辺を捉えた二村飛龍、もう一回外から渡辺敦、残りは2周回。さあ渡辺敦がまくり攻めに活路を見出そうとしています。ここで牛沢の前に上がった3番手に渡辺敦が上がっています。先頭山田、2番手には田辺が粘り込む展開だ。その飛龍来い、飛龍攻めていく渡辺敦、1周では渡辺が2番手に上がっています。先頭山田、2番手に渡辺敦、3番手に田辺、飛龍後ろから2村を来ております。最後のコーナーに向かいまして、わずかに山田が先頭だ、わずかに山田が先頭だ。アプローチする渡辺敦、切り返しの体勢から進路内側に切り替えて、山田に並ぶ先頭争い、わずかに山田。スタートまで10秒前です。さあ4レースですね。ここは水木にかけました。水木スタートガッチリって頼むぜ。今日は3秒前、水木行け、第4レース行け水木ゴー。スタートしました。ハンデゼロではインコースから吉田浩二が飛び出しました。そして10メートル線斉藤高美賞、黒川に行かれた。から黒川京介好スタートから3番の斉藤高美賞をかまして4番手からの競争になります。佐藤高也も早めに上位に上がる。この3コーナーから4コーナーの動き、まくり攻めから小林瑞希であります。うわーダメだ、瑞希はい上がってない。レースは2周目に入りました。先頭平川博康、2番手吉田浩二、ここを攻めに行くのは4番の真中大輔。真中が内を捉えてここでバットを上げました。これをじっくり見ている黒川京介、うわー黒川か、8番佐藤高也が内側潜り込もうとしていますが、水木にこの黒川のレースをしてほしかったな。黒川が佐藤高也を抑えながらここで3番手に上がりました。先頭平川博康、そして2番手真中、3番手黒川と先頭から3番手までほぼ等間隔という状況です。4番手に佐藤高也、さらには6番の小林瑞希も上位を伺います。先頭は平川、黒川どこまで行ける。2番手真中じわりと接近、3番手から黒川京介、4番手佐藤高也、さあじわりと3番手から平川、4番の真中に接近するのは黒川京介。車体が並ぶような状況であります。切り返す、サイドバイサイドから切り返しの体勢で黒川が頭までいけるか。上がりました。さあ先頭平川を追い上げる体勢を黒川が作っています。3番手真中、そして4番手から佐藤高也が、真中の内はめがける3コーナーの突っ込み、3コーナーから4コーナーで潜り込んで3番手奪った。権利はありません。立ち上がり権利がない佐藤高也でありますが、それでもしっかりモチベーションは保っています。さあ先頭争いは平川に追いついた黒川です。黒川きついな、これかな。平川に外から黒川のまくり、さあどうか、サイドバイサイド切り返しの体勢、黒川内側から並ぼうとしている、内側から並ぼうとしている。先頭争いはどうか。スタートまで10秒前です。さあ5レースですね。ここは深谷選手、思想が一番よく見えた。頑張って、小塚より先に行け、深谷行け、グロー深谷、深谷行け、深谷行け、そっから伸びろ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 。そして4番武藤博美スターター残した。最終ハンデからは柴田、行け深谷、あーっと危ない危ない、2
武藤と柴田が合作するような感じになりました。うまくアウトコースから避けました。8番の有吉が5番手に上がってきています。先頭深谷、早めに深谷がコースを捉えて先頭に上がっています。よしよし、さらには3番手に上がったタックン、こいタックン、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 8番の有吉、1番の佐々木を捕まえています。先頭2番手深谷と高塚が後続を突き放し、よしよし、そのまま行っちゃえ、そのまま行っちゃえ。3番手あとタックンだ、タックン、タックン、タックン、3着まで来い、3着。3番の深谷がレースをリードしています。2番手高塚、3番手には有吉、行けタックン伸びろ。3番手には内山、4番手が有吉という体制になりました。3番手4番手の間隔は2写真ぐらい。中段5番手には中野がつけています。4コーナーを立ち上がりまして、残りは3周。タックン伸びろ。3番手内山のアウトコース、切り返せ切り返せ切り返せ。さあここで揺さぶる8番の有吉、相当から内山を攻めに行きます。ここに中野が上がりました。さあ3番手ほぼ同体の状況だ。相当から揺さぶる有吉、抵抗する内山、行けタックン。中野もこう割って入ろうとしている。残りが2周回。さあ外からまくりに行く勢いが有吉にありますが、7番の内山がリード。さあ中野が進路を内側に切り替えて2車まとめて、ここは有吉が外からまくり切った。しかしこれは時すでに遅しか、前の2人が完全に自分の体勢を築き上げています。先頭は深谷、2番手高塚の体勢、3番手有吉、4番手よし、そのままそのままそのまま最終コーナーに向かいます。3番の深谷が先頭です。2番手高塚、そして有吉、さらに中野が続いて目の前の中野が深谷です。3番の深谷が制しました。さあ6レースですね。ここはもう神谷選手ぶち切りでしょう。スタートね、トップスタートで、スタートまではあと気になるのは2番の中野選手。第6レース、まずは神谷スタート、ギケー、そうだ、いいスタートだ。 10m 前を狙いまして3番の古木を叩きました。2番の中野は大きく遅れを取っています。中野遅れた。2番手スタート、最重班から神谷、岩田の順であります。先頭は1番の浅野幸三、2番手に福田、3番手に中野がつけています。行け神谷だ、そこから2社行っちゃえ、2社行っちゃえ、パクッと2番手に上がろうとしていますが、もう2番の中野が巻き返しまして、4番の福田をまくり切りました。今2番手に上がっています。先頭は浅野幸三、2番手に2番の中野がつけています。3番手5番の神谷田匠が、さあこの 3,4 コーナー開けたして2番手に上がりました。インから行った、浅野幸三までさばいて残り4周回。よし中野まくれ。1月から一級車に乗り換わったばかりと思えないようなハンドルワークであります。5番の神山が先頭に上がっています。さらには2番ター形成、中野来た、1番の浅野を捉えた中野が上がっています。あと岩田、こい岩田、我慢する競争は6番の岩田博美、ゆきとうさんに行って福田勝則、ここで1番の浅野構造を捉えました。3番手に上がった福田勝則、インから入り、インから入り、しぐとみが、さらには永田高則が6番の岩田に迫っています。岩田ちょっと行き場がない感じでありますが、それでもなんとか1番の浅野構造を捉えました。開ける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 、しげとみ大輔、ここで岩田のインコースを狙っています。残り2周回でまとめて捉えたしげとみ大輔、やばい、福田が残る。2番の中野に忍び寄っていく4番の福田勝則、やや追走はいっぱいな感じであります。4番手ではしげとみ大輔、しげとみが、しげとみが、岩田博美、さらには中田がつけています。4コーナーを立ち上がって残り1周のフルーツバック、やばい、これは4が残っちゃう。となっています。先頭はちぎりました。5番の神谷匠がトップであります。2番手、さあ福田が、うわ福田入った、飛んでいく、うわあったんだ。2番手に福田が上がっています。中野は3番手に交代しました。うわーやられた。さあ7レースですね。このレースやっぱり高橋選手がね、一人旅じゃないかなと思いますね。怖いのはヒカルンの追い込みです。高橋頑張れ、グー、チェンジ入れてから伸びる、チェンジ入れてから伸びる、わあ1に先に行かれたか。の1人大きなコースタート、おーっと流れていく。それでもなんとか持ちこたえるか。いや松尾博文がうまく展開捉えて、この3コーナーでは5番手まで急上昇であります。先頭2番の高石、やや膨らみながらの先頭に上がる。よし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 、そして2番手が1番の君山裕二、3番手は広瀬、さらには佐久間というところが同体の状況。ここを攻め込んでくるのは8番の松尾博文、一旦これは待つ格好か。3コーナーから4コーナー、佐久間いけ佐久間いけ、それでも3番の広瀬の内を捉えた松尾、さらに番号を上げてきています。先頭高石、2番手には4番の佐久間、さらには3番手1番の君山裕二、その内を攻めてくるのは8番の松尾博文。さあ松
松尾がトントン拍子に3番手で上がってまいりました。大木も中段の今日は足りねえか。4番手伺います。2番の高石のペース、2番手佐久間、外から攻め上がるのは松尾、広組、残りは3周回、2番手を狙っていく立場になりました。8番の松尾、前輪がかかるか、まだかかっていない。ここは4番の佐久間がリード。佐久間逃げろ。松尾3番手、大木は4番手の位置。逃げろ、開けろ。リードがじわじわ。佐久間逃げろ。4番の佐久間が2番手から、松尾広文が3番手から、それぞれ追い上げ体勢を整えました。レースの終盤戦、ここで入られる。ここで4番の佐久間の内側から、松尾やられた。3コーナーで2番手に上がっています。先頭は高石、2番手は8番松尾広文の体勢で、残り1周の5分なく、さあ首位攻防戦だ。高石と松尾の勝負になりました。松尾にやられたわ今日は。しょうがない。松尾が攻める、松尾が攻める。ないと思った。最後のコーナー、松尾が捉えています。2番手には高石、3番手は4番佐久間、大きな追いすがりますが、3番手は松尾、今手は。大広角筆頭です。10秒前です。さあ8レースですね。このレース有事、私総合で一番よく見ました。78、ここでワンツー、78、ワンツー、有事系チェンジ入れて伸びろ、チェンジ伸びろ。わー、有事スタート遅いな最近。落ち朝霞について中村雅人は6番手からの競争になりました。ハンデゼロは柴山の主導権です。いやーこれきついぞ。中口、中口が今1番の川原を捉えています。そして展開について4番の落ちもうまく内側から、ゆじきゆじき、その左右打ちをついてくるのは中村。今慌てず騒がずじっくりさばいて4番手まで上がってきています。先頭は柴山です。2番手は中口、そして3番手、今日はなかなかの推進力、中村雅人。4番の落ちの打ちを捉えました。さあ先頭はゆじけゆじ、4周を残した段階で3番中口が先頭に上がっています。切り返しの体勢から中村雅人がバックステッチからスーッと2番手に攻め上がろうとしています。ここは一旦待ちました。まだまだ周回数は残っています。佐藤雄二も一射一射さばいて5番手まで上がってきています。ここは3周回、上がってこい。ここで満を持して2番手に上がった中村が、さらには先頭を伺うような距離感まで上がってまいりました。後方からじわじわと佐藤雄二も攻め上がって、今この3コーナーでは2番の柴山の内を捉えて中村のすぐ後ろまで上がりました。さあこうなると中村は先に先頭にいち早く抜け出していく。お先にという感じで中村が先頭に上がりました。ゆじ来い、さらには佐藤雄二、今日は序盤の構成は決まりませんでしたが、道中の動きは頑張ってやります。ゆじ来い、OK、中口の内を捉えた佐藤雄二、残りは1周ブルーフラッグ、落ち先頭中村、2番手佐藤雄二、3番手中口、その後ろから4番の落ち、あとは3着争いがどうなるのか。入れ、前輪かかったんですが入らないのかよ。3番手中口、外から攻める落ち、6番のすでにも僅差の5番手の位置、まもなくチェッカーから。この中口だよ。20戦のスタート争いは注目。10秒を切ります。さあ9レースですね。ここはまあ、まえちゃん頭久しぶりの9、ね、2秒台。あと4番の内山選手がちょっと気になったんで、そこも変えました。前者行けよ、スタートゴー、ゴー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 。さあ今佐藤真也が外からかまそうとしています。先頭は2番の竹中の主導権、そして2番手には3番の福村、中段では佐藤真也の強襲をしのいで6番の鈴木清、現段階では清ちゃんか主導権を握っていますが、佐藤真也があっという間に上がろうとしています。さあこの辺りは鈴木清と佐藤真也の追い上げ争い、佐藤真也が鈴木清をまくり切りました。素晴らしき推進力、この3コーナーでは2番手に上がってきています。先頭は2番の竹中、2番手には8番佐藤真也の対戦になりました。残りは4周回、3番手にはのしのしと鈴木吉も攻め上がってきています。逃げ粘るのは竹中修司、追って2番手から佐藤真也がもう早くも3コーナー狙おうとしています。この3コーナー先頭だった佐藤真也が先頭まで駆け上がっていきました。残りは3周回、2番手で竹中、いやー清ちゃんごめん裏切った。先頭は佐藤真也、早い段階で決着をつけています。いつも勝ってるのに今日裏切っちゃったよ。そしてインコースから攻め終わろうとする6番鈴木清、その後ろ僅差で5番の阿部剛が続いています。4コーナーを立ち上がりまして残りは2周回、
3番手鈴木吉野を上ついてくるのは阿部剛。さあ窮屈なインコースを攻めてくる阿部剛。いや竹永が登ってんじゃん。車体が並ぶ3番手争いは道中逆転から阿部剛3番手で上がってきています。先頭は佐藤真也、2番これ残るよ。そして5番阿部剛竹中か残り1周ブルーフラッグを通過しています。そっち佐藤真也が先頭です。さあ見どころは2着争い、前輪かかるのか阿部剛、おーっとこれは狙っておりますが竹中2番手踏みとどまっています。阿部は3番手のうち鈴木清4番手目の前チェックトラック人気に応えてうわー前ちゃんとりあえずよかったね。10秒前です。さあ10列ですね。ここはですね、まあ聖太郎だと思います。あとはね、昨日お世話になった秋田選手頑張って、あと1番の福田選手、こちらも残ってほしいな。聖太郎いけ、秋田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 いけ、残せ秋田、そこからまくっていけ。3番の秋田、ここはこらえることができるかどうか。まくれ剣は叩いた。そして6番の浜野潤、さらには8番の早川聖太郎、インコースから山田達也、一気にまとめて山田達也が上がってまいりました。先頭は1番の福田雄二、2番手に山田達也、これはちょっと4番手には6番浜野潤という対戦になりました。山田達也が中段の5番手、その内をめがける早川聖太郎でありますが、いやー聖太郎入れないわ。山田達也、いやこれきついな。浜野を捉えていきました。福田雄二のペース、山田と大沢が数件は続いて残るは4周回であります。今最終班から追い上げ1番手は山田達也、そして浜野を捉えた早川聖太郎5番手に上がっています。先頭はここで福田雄二をさばいた山田徹、山田徹が主導権を握ります。山田かよ、福田雄二、さらには鈴木健吾、このインコースを攻めようとする山田達也、一体様子を見ました。レーサー中盤戦です。さあ中段の動き、山田達也が前に上がるのか、その様子を見ながら早川聖太郎5番手の位置、先頭は山田徹、リードを作ります。2番手4番鈴木健吾、3番手に山田達也、山田かよ、山田だこれ。2番の山田徹が逃げています。今3写真から4写真のリードがあります。2番手山田、山田かよ、内側潜り込んで 3,4 コーナーのカーブ、2番手上がってきています。早川この時まだ4番手、ようやく3番手に上がろうとしています。残り1周のブルーフラッグ、先頭は山田徹、2番手7番の山田達也、3番手争いが激しくなっている早川聖太郎、4番の鈴木健吾の内側最後の最後、何とも捉えて3番手上がっています。先頭は2番の山田徹、2番手山田達也、早川聖太郎、うわさあ11列ですね。ここはまあ慶一郎の頭と思うんですけど、ブルーランプをリサマ頑張れ、スタートまでは今日いけるぞリサマ、スタート11レース予選競争をスタートしました。リサいけ、チェンジ入れて伸びろ、うわーダメだ、4番の山際、さらには3番埋めないというところが肩の叩きました。なんだリサ、1番の佐藤正人の主導権であります。2番手には山際、さらには3番埋めないの内をつこうとする5番の森谷、鈴木慶一郎は6番手あたりからの競争になりました。佐藤の一歩に2番手山際俊介、さらには埋めないをつけています。4番手には5番の森谷、鈴木慶一郎は今後方7番手、ちょっと行き場がない状況であります。1番の佐藤の引っ張り、2番手は山際俊介、3番手は3番埋めないと、めちゃくちゃもったいねえよ、間をかいくぐってくれば鈴木圭一郎の、これは4周回、ここで鈴木圭一郎は一つ番手を上げて6番手、刀を切り返してバックスレッジが5番手に上がろうとしています。さあここからインコース、3番の埋めないが1番の佐藤を捕まえまして先頭に上がっています。埋めないがトップ、2番手には1番の佐藤です。3番手山際俊介、残りは3周回、4番手5番の森谷が踏みとどまっています。圭一郎やばいよ。さあここから届くかどうか、だいぶ回転数が上がってきました。鈴木圭一郎先に4番の山際慎介、2番手に上がりました。切り返しの体勢からホーム側では3番手に鈴木圭一郎、残りは2周回、先頭は埋めない、2番手山際慎介、3番手鈴木圭一郎、4番手に松本康史という対戦になっています。
3番の梅田がリードを作りました。アドバンテージは4車身ぐらい。2番手は山際慎介、内側に並んでくる鈴木圭一郎。あと1周じゃきついな。鈴木圭一郎2番手で上がりました。残るライバル梅田まではその差はまだ3車身あります。どこまで迫るか鈴木圭一郎。梅田が先頭だ、梅田が先頭だ。やや懐が甘くなった。鈴木圭一郎が並ぼうとしている。並んでくる、並んでくる。サイドバイサイド、先頭の最先頭だ。さあいよいよ最終レースですね。ここはもう友和と真珠、友和頑張ってくれ、青山も頑張れ、友和行け、青山の先に消してストレート。うわー、友和遅れた。友和行け、まくれまくれまくれ、もうこれは人様にもないか、まくってけ。まずは3番の牧野をパスしようという3コーナーから4コーナーのカーブ。牧野も粘る、牧野も粘る。しかし青山は捉えた。さあ行く道がない。ゼロからは押しの有効の主導権です。早くもリードを作りました。押した2番手には矢島、そして青山周平、昨日は2着でした。友和の行く道がない。踏まないか。3コーナーでは矢島を捉えて2番手にジャンプアップしています。さあ残るライバルは押した有効ただ1人になりました。残り4周回、まだ2000メートルの距離は残っています。先頭は押した有効、早くも仕掛けモードに入った。もうここはもう分かって、後ろ見せろよ。ここはもう分かったから。もう、うわ、トモカスダメだ、ドビーじゃん。3番の牧野は攻め上がりました。最終判定勢、青山を除く最終判定勢は、トモカスドビーじゃん。4番影山慎が、しんちゃん頑張れ。4番手の位置まで上がっています。2番手2番の押した勇気を感覚を縮めることができるか。3番の牧野、4番手からひたひた迫ってくる。4番の影山慎、残りは2周回。3番手は牧野、しんちゃん頑張れ、しんちゃん頑張れ。影山慎が続いています。さあ終盤戦、2番手3番手4番手の感覚が縮まってまいりました。押したがこの位置守ることができるか。3番手には牧野、4番手影山慎。だいぶ終盤戦は2番手の際は接近戦になりそうだ。残り周のブルーフラッグ、2番手を押した雪を、3番手牧野、4番手影山慎。もうそのまま。さあ2番手を狙えるか。3番の牧野、最終バックでは2番手を狙っているぞ。入ってくる。3コーナーで牧野が2番の押したを捉えています。押した3番手交代しました。もう1回差し返そうとしています。ダメだ。2番手牧野ということで、12レースまで終わりました。はい、ボコボコです。いや最悪、1個しか当たんないし、でもなんかね、難しいというか、なんかちょっと歯車がね、なんか1個ずれたような、そんなような感じの一日でしたね。まあしょうがない、こういう日もありますよ。はい、ごめんなさい、チャンネル登録だけお願いします。もうこんな下手くそにすいません、本当にね。明日準決勝、こちらの方を取っていきたいと思いますので、ぜひですね明日も見てください。すいません、もう今日はもう本当にもう何言われてもしょうがない、もう情けない。はい、ということで本日のしゅうちゃんおと以上でございます。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。